チャールズ・カーティスはアメリカ合衆国の政治家。カンザス州選出の下院上院議員でハーバート・フーバー政権で31代目アメリカ合衆国副大統領を務めた。カーティスの祖先はアメリカインディアンで母親はカン族であった。彼はカン族居留地で幼年期を過ごしアメリカ合衆国で2番目に高い地位についたヨーロッパ人の祖先 1860年1月25日にカンザス州トピカで誕生し、1881年には放送会入りしトピーカで弁護事業を始めた。彼は1885年から1889年まで同州小2軍の検察官を務めた。彼は共和党から第53議会に選出され、その後6期を務めた後上院議員に転身した。彼は 内務省の消費委員会議長であった。第60議会に再選されたが、1907年1月23日に、ジョーゼフ・アールバートン上院議員の辞職によって生じた、補欠選挙で当選し、1907年3月3日までの任期を務めた後に再選され、1907年1月29日から1913年3月3日まで上院議員職を務めた。 彼は1912年の選挙では落選した。カーティスは第62議会中アメリカ上院の臨時議長であった。彼はアメリカ原住民作詞問題調査委員会、沿岸警備委員会及び共和党全国委員会委員長であった。1915年3月4日に上院議員に再び当選した後、彼は1920年と1926年に 再選され、1915年3月4日から、副大統領就任のため辞職する1929年3月3日まで、上院議員職を務めた。彼は1915年から1924年まで、共和党院内幹事及び1925年から1929年まで、院内総務であった。さらに彼は、 上院仮議,議長を1924年から1929年まで務めた。1928年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ハーバート・フーバーの副大統領候補となり、1929年3月4日に副大統領に就任し1933年3月3日まで貢献した。1932年、アメリカ合衆国大統領選挙でも、 副大統領候補であったが落選した。カーティスは、その後ワシントン DC で、弁護士業を再開指導地で1936年に死去した。彼は、カンザス州トピーカのトピーカ墓地に埋葬された。1898年に制定されたカーティス法は、アメリカインディアンに対する連邦政府の支配力を拡張した。1902年の議決は、 監査族を法的な実態として解散させ、同族の160エーカーの土地が連邦政府に移管し、約1625エーカーの土地がカーティス及び彼の子孫のものとなり、没収した土地はオクラホーマ市建設用地となった。現在は監査族は法的な実態を取り返し、オクラホマに保留地を持っている。ありがとうございます。